シュバルツェンバッハアンデアザーレは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区、法フ軍の市。本市は、公式には27の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。ザーレ川下藩の、教会ブランデンブルクバイロイト編共白クリスティアンは、1610年に、市場の開催権を与えた。 1792年から設けられたプロイセン王国バイロイト公領のアムトは1807年のティルジットの和訳によりフランスの管理下に置かれ1810年にバイエルン王国領となったシェーンバルデン公はこの時期この地を所領とした1844年からシュバルツェンバッハアンデアザーレは都市となった1948年の正金曜日に 西グムベルトス教会で、ゼルビッツキリスト教大会が創設された。この地域の人口は、1970年9768人、1987年8174人、2000年に8260人であった。地区は、ハラーシュタイン、マルティン・ラミッツ、フェルバウ、フェルミッツ、ゲッツマンスグリュン、シュトーバースロイト、クレッチェンロイト、ズイルビッツ、 ノンネンバルト、バウマー,アースロイト。2014年から、ハンスペーター・バウマンが市長を務めている。主な産業の業種は、陶磁器、繊維、鉄の鋳造、機械製造、靴などである。産業構造は、特に陶磁器産業では、1989年から1990年に政治環境が変わる中で大きく変化した。ありがとうございます。